こんにちは。10月23日火曜日午後5時を回りました。イブロケ785チューズデイ、担当パーソナリティ伊谷亜子です。ということでね、今回からは、私の曲ゲットバックをオープニングに迎えね、ちょっとノリノリな気分でお届けしたいなと思っております。この番組は滋賀県草津市の地域の催しや旬な話題を、滋賀で今一番熱いアーティストである私伊谷亜子と、今とても一番癒し系妊婦じゃなく子供が生まれた滝井真由とで、音楽とともにお届けするお気楽楽屋トークバラエティでございます。今日もここ草津夢本陣 FM 草津 A スタジオより2時間生放送で7時までイブロケ785をお届けいたします。ということでね、まゆね、子供が生まれたってよ、イエーイ、わー嬉しい。ということでね、まあ生まれたばかりなのでね、今日はいらっしゃらないということで、相変わらず伊谷がね2時間独走かと思いきや、今日はね特別ゲストを、お迎えしてお届けしますので、5時20分頃にまたご登場いただきますのでお楽しみに。はい、ということで、ゲットバック、お届けしてますけれどもね、カラオケ招き猫のコンテストで入賞してサイレントサイレンの久保直樹さんに作っていただいたゲットバックという曲で、かなりロックなチューンとなっておりますが、まあ私作詞作曲をしておりまして、広島県の曲を最近発売したんですね。でそのね、広島県の東広島市の西条町のことを歌った、9枚目シングルの東広島酒ロックという曲を次に、流させていただきたいと思うんですが、なんとね、ちょっと雨でね、豪雨でちょっと電車が止まっていたりだとかしてかなり不便だっていうお話をね以前させていただいたことがあるんですが、電車もね先月ぐらいに復旧したということで、だいぶ普通の生活に戻ってきている地域もあるようなところがあり、で先日有名なね、その東広島市の酒祭りがあったりとかしたって言うんですけれども、まあね、せっかく知らない方も多いと思いますので、ちょっと私の曲に乗せて、はい、東広島のこと、お酒のことも、お届けできたらいいなと思って、最初にこの曲を流させていただきたいなと思います。お聴きください、東広島酒ロック。午後5時15分になる1分前でございますという曖昧な、ね、感じでお届けしてますけれども、はい、イブニングロケッツ785チューズデーお送りしております。ここではですね、私コスプレしてエレキギターを弾きながら、滋賀県を中心に、あとまあ東京とか全国各地で活動しているんですけれども、まあ普段どんな活動をしているのか気になってくださっている方もいらっしゃるので、その報告などしたいなと思っております。最近ですね、先日日曜日10月21日にはですね、なんとガーデンミュージアム比叡さんでライブをさせていただきまして、今回私初めて行きました。もう比叡ですからね、比叡山ですよ。だから延暦寺は滋賀県なんですけど、そのガーデンミュージアム比叡さんは京都なんですって。まあなんですけども、まあ滋賀県の滋賀の歌を歌っている私としては、まあ滋賀県で一つでも多くのライブをしたいということで出演させていただきました。ガーデンミュージアム比叡さん行ったことありますか？もうね、車でね、私は大津峡の駅から車でバーって行って帰ったりだとかしたんですけれどもね、だいぶね山道なのでね、ほんとねこうグネグネした道をこうどんどん上がっていくんですよ。そしたらね、もうこう上に上がっていくにつれてね、琵琶湖とか、あと滋賀県の街並みがねブワーって広がってね、うわー今日は来てよかったな、ほんと観光だなって思いながらこう上がっていきまして、それでねライブがねお昼の1時からと3時からと2回公演やったんですけど、もうガーデンミュージアムっていうからにはね、もうほんと素晴らしいこうお庭が広がってるんです。でテーマとしてこう印象派の庭園というテーマがありまして、その印象派画家さんが描いた絵が
こう庭の中にボンボンボンと各所に置いてあって、でその周りにその絵にまつわるお庭が広がってると。でその中の一部で私はねこうもう自然豊かなところでこう路上ライブじゃないですけどね、路上アンプとかこういろいろ持ってってライブをさせていただいたんですが、まあ、お客様も、まあ、私のファンの方も名古屋からねいらしていただいて本当にありがとうございます。またね結構いらしてるお客様がやっぱりこうなんだろう、団体でバスでバーってこう絵を描きに来ている方々だとか、あとまあ夫婦でちょっとねなんか旅行行こうかっていう感じで来ている方とか、なんかね滋賀県の人って聞いた割に、あなんかあんまり滋賀県の人っていうよりもなんか全国各地からあの旅行に来てる方が多かったんだなっていうので、あの滋賀県の歌歌わせていただいてね、 CD もね買っていただきました。結構ねやっぱりギターが好きなおじさまとかいてね、それは何のギターなんだとかね聞かれたりだとかしながらねやっておりましたけどね、なんとね面白い出会いもありましてね、そのガーデンミュージアムひえさんではやっぱり絵が絵画もう飾られているんですけれども、そこでミュージアムもあるんですね、無料で入れるような。でそこでね11月からねあの個展を開かれる、プリブシェニア・セルギー・ビクトルビチさんと出会いまして、ウクライナの方なんですよ。で全然ね日本語とか通じないまま私はすごいノリでハローって言って、あーこいたにーよろしくみたいな感じでね、あの拙い中学生英語で近寄っていくわけですよ。そしたらね結構ねたまに英語って伝わらない方がいるんですけれどもね、その方もねあのウクライナから来たということで、あのロシア語なんですって。だからね全然わかんないんですけど、でもその私のこうコスプレをしている姿を見たり歌を見たりだとかして、なんかこう面白いと思ってくださったのか招待券ねいただきましてね。でそのプリブシニアセルギービクトルビチさんの宇宙という個展で、ありましてね、絵もねすごいねなんか濃厚なってこう神秘的な感じのね宇宙な感じのね、絵を描かれていましてね、なんか日本人ではねこう表現されないような感じの、ね、なんか神様宇宙ですからね。でも宇宙ってねなんか惑星とかが描いてあるのかと思ったら結構人の顔が描いてあったりだとか、なんかすごい幻想的な雰囲気の、絵を描かれている方の個展がありまして、せっかくなんでね紹介させていただきます。2018年の11月の13日の火曜日から12月の2日の日曜日までで、ガーデンミュージアムひえさんの中にあるギャラリー空というところで無料の個展されております。いやあの本当に実際に行ってね、あこんなところなかなかさ来れないですよやっぱり、うん、だからね旅行気分でぜひぜひちょっと山の上遠いなって思うかもしれないんですけれども、これから紅葉も広がりましてね、私もみじもねちらっと見たんですよ。なのでそういうのをね見に行ったらいかがなんでいかがではないでしょうか。ということでね、ガーデンミュージアムひえさんでのライブでのお話をさせていただきました。絵のひありさで自画像。ここからはイタニアコがパーソナリティになって初めてのゲストにご登場いただけます。というかねゲストっていうかお隣さんですかね。はい、現在第1第5金曜日のイブロケ785のアシスタントをされている藤田彩さんです。イエーイ。はーい、こんにちは、藤田彩です。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでね、このねイブニングロケッツっていうのはね私の番組だけではなく、はい、毎日放送されていて ね、うん、いろんな方がされているっていう事実を私は最近知りまして、はい、ね、いや予想はしてたんですけどみんなあのイブニングロケッツのイタニアコですって言ったら、あ、じゃあイブニングロケッツみんなイブニングロケッツやみたいな面白いんですよほんまね、その時間帯で ね、うんうん、同じタイトルで。ということで自己紹介お願いします。はい、先ほどもねご紹介いただいたんですけれども、第1第5金曜日のイブロケ785のアシスタントをしております藤田彩です。彩という字はね文章の章と書いて彩と読むんですけれども、まあなかなかねこう彩とは一回も読まれたことがなくて、初めての方にはだいたいアキラって読まれるんですよね。あ、それですそれです。え、どっちどっち
あ、それつかないです。ちょんちょんちょんつかない。え、そうなの？これ言ってよ。私めっちゃ台本にあやさんですひらがなで書いてあるんだけど。え、なんで言ってくれ。あ、確かに LINE の。そうなんですよ。でしょ。あ、いや、私は偽名だと思ってた。いやいやいや、本名ですよ。え、知らなかった。ちょっと言ってくださいよ、もうそういうの。なんかさ、静かに、あ、こいつまた間違ってるとかさ、思いながらさ、嫌なんですけど。いやいやいや。あ、そうですか。そうなんです。いや、ということでね、藤田さんはね、何ですか、はい、なんて言うんですかね、 FM 草津の交流会みたいなのがね、うん、あってそこでお話をさせていただいて、ね、お隣の席ということで ね、はい、でまあ、年齢も割と近めということで、うん、アニメの話で盛り上がりまして、うんうん、まあ、やったらじゃあちょっと来てくださいっていう感じで来ていただきました、うん、そうなんですよ ね、 ねえ、いや、もうでも普段さ、うん、イブロケの中でコーナーを担当されていて、うんうん、あ、そうなんです、藤田綾のアニメ語りコーナーというコーナーを担当してまして、うん、まあ、私もアニメソング大好きで、はい、まあ、綾というね、芸名でちょっとアニメソングシンガーとして、うん、あ、はい、なるほど、草津市のイベントを中心にちょっとアニソンライブなんかもしていたりするんですけど、はい、普段どういうアニソンを歌われるんですか。もうね、ゴリゴリの結構深夜枠のアニメのね、うんうん、水木奈々さんとかね、すごい、めっちゃ高らかに歌ってますね、滋賀県で。歌ってますね、がっつりと。すごい。え、でもそれはなんかアニメが好きな人が集まるイベントとかでやってるんですか。あ、全然ね、関係なく、もう本当に地域の草津の宿場祭りであったりとか。え、そうなんですか。そうなんです。ちょっとライバル来ましたよちょっと私のライバル来ましたよ、これ。ギラギラしちゃいますね。そうなんですよ。あ、実はそうなんですか。10月の20、うん、あれ20日ですね、20日に実は琵琶湖文化公園で、はい、まあ、ゆうゆうフェスタ2018というイベントがあったんですけれども、うんうん、まあ、そちらの方でね、こうアニソンライブと、あとまあステージ司会もやらせていただきまして、はい、そうなの、はい、がっつりライバルじゃん。そうなんですちょっと負けないよ実はそうなんですとか言ったぜこの子。いや、見せてくれるよね。当日はそんなこと言ってなかったのにそうかそうか、まあ、よろしくお願いします。お願いします。ということでね、あのね、本当あやさんはね、はい、黒髪の、あれもうそのままでやってるんですよね、はいはい、地毛ですよね。そうです、私は紫ですけど、うん、ピンクになったりしませんよねピンクとかになったらもうこれこそライバル視しますよ何やってんだよっつってね、はい、いや、あの黒髪のロングでね、ウェーブがかかってて、はい、眼鏡をかけていて、え、眼鏡は普段かけてるんですか。眼鏡は普段からかけてます。そうなんですか、うん、目が悪いんですか。そうなんです、ね、伊達眼鏡ですか。いえいえ、あ、どう入ってます。あ、どう入ってるんです、おしゃれででもね、なんかこうおしゃれさん、おしゃれ女子がね来たっていう感じでね、いえいえ、やっぱしかもね、滋賀、生っ粋の滋賀県人ということで、ね、そうですね、いやな、今日はたくさんこうお話をちょっとね聞けたらいいなと思いますので、はい、よろしくお願いします、うん、お願いします。ということでね、今回ね、謎に最初お届けというかお伝えしてなかったんですけれども、はい、お便りテーマというものを今回からね、うん、設定しておりまして、うんうん、人生を変えた一曲というテーマでちょっとお便りを募集してみたりだとかしたんですね、はいはい、うん、それで、まあ、せっかくなんで、まあ、人生っていうとちょっと大きいかもしれないんですけど、ちょっときっかけ、うんうん、したきっかけ、うん、でなんかこう変わることっていっぱいあるじゃないですか。そうですね、でそれをきっかけになる曲っていうのがやっぱりそれぞれあると思うので、うん、そのお話と曲を流したいなという感じなんですけど、はい、ちょっと紹介していただいてもいいでしょうか。そうですね、まあ、私こうやってこうアニソンシンガーとしてこうライブ活動を始めるきっかけになったのが、うん、まあ、マクロスフロンティアというね、はい、アニメーションの、まあ、シェリルノームという、まあ、銀河の妖精と呼ばれている、ね、妖精さん私がまさにコスプレをしている服ですねそうですね、シェリルノームですね。シェリルさんがまあ大好きでして、はい、もうライバルですよめっちゃ笑ってますけど、はい、まあ、そのね、シェリルさんとの出会いがあったからこそ、まあ、今こうやってこうアニソンシンガーとして活動しようというね、こうきっかけになりまして、ちょっと性格もあれなんですか、シェリルノームみたいな感じなんですか、私の歌聴けやみたいな感じですか。そうですね、結構そんな感じ。え、そうなの。いや、見せるね、変わるね、人って変わるよね。もうヘッドホンつけたらもう変わったね、こんなんじゃなかったよさっき挨拶した時にね、面白いねということでね、皆さんにね、そのきっかけになったシェリル・ノームさんの曲を聴いていただきたいんですけれども、はい、まあ、その続けてね、うん、私のちょっと転機になった曲もご紹介して2つ曲流したいと思うんですけど、はい、ライバル意識じゃないですかね別にね。いや、私もね、ちょっとアニメが好きでですね、もともとちょっとそう声優さんのお仕事もやりたいなとか、だから声優アーティストって今すごい普通にいらっしゃるじゃないですか、うんうん、水木奈々さんもそうですし、でもともと走りがけっていうか林原めぐみさんとか、うんうん、まあいろんな人がいると思うんですけど、うん、私の中で声優アーティストという存在を知ったのは堀江優衣さんだったんですよ、うんうん、おー、なるほど。でその堀江優衣さんをそのほんまにちょっとまだ若いくらいの時に、うん、聞いてちょっと、あ、そんな人いるんだっていう衝撃を受けたということで、うん、曲を流させていただきたいと思いますので、はい、
ちょっと曲紹介を、はい、はい、お願いします。できますね。シェリル・ノーム、スターリング・メイン、いて座午後9時、ドント・ビー・レイトです。と、私の堀江由衣さんで、この指止まれ。続けてどうぞ。滝真由の市街地、素敵なお母さんへの道。はい、ということで、ここはね、真由姉の出産記録を紹介するコーナーで、毎回マユネからいただいたLINE の内容を発表して、ね、一緒に子供が生まれるのを楽しみにしようというコーナーだったんですけれどもね、はい、先ほどご報告させていただきましたが、うん、私の口から報告するのもおかしいんですけれども代わりにねご報告させていただきます。10月21日23時55分頃、無事息子が生まれました、うん、母子ともに健康ですということでね。いや、私がちょうど比叡山登って帰ってきて、あー比叡山高かったわって言ってる頃にね、息子がうぎゃーと生まれたらしいですね。いやね、もうね、全然ね、その昨日ね、あのイブロ系のこの何ですか、この今の私の時間帯の番組っていうかのチームがありましてね、うんうん、そのケンケンさん、はいはい、前のパーソナリティのケンケンさんと、はい、そのマユネーとで、あの前田ディレクターと4人のね、うん、グループラインがあるんですけども、うん、そこで昨日の夜の10時過ぎぐらいにね、うん、いや生まれましたハッピーですみたいな画像付きでね来たんですよ。でね、面白いのがね、写真がね言っていいんですかね、写真がね、そのまあマユネー 病院でね、マユネーとお子さん、はい、で旦那さんと先生の4人のショットだったんですけど先生がお父さんに見えるみたいなめっちゃちょっと面白かったですね。いやでもね、みんな元気そうでね、もうすごい、ね、ほんと幸せそうで、なんかこっちがもうハッピーになりまして、うんうん、でちょうど私はね、昨日はね、あの寝屋川市から電車で帰ってた時だったんですけど、うん、もうニヤニヤして一人でね、うん、よかったよ、もうほんと嬉しいです、うん、ということでね、あのあやさんもね、はい、あのマヨネーとなんか番組で一緒になったことがあるということで。そうですね、まあ、草津町あかりとかの特番放送であったりとか、まあうん、FM 草津のね、そのご飯会とかで、うん、まあ、ちょっとご一緒したことがあって、ね、まあ、ほんとね、ほんわかおっとりな、そう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 、かわいい声のお姉さんですよね。ね、ちょっとでも似てますよね、うん、雰囲気が。あ、本当ですか。なんかほわっとしててしてるんだけどうん、うん、実はすごくしっかりしてて、なんかねドキドキするよねなんか疲れそうだよね、いろんなことをね、もうすぐそういう顔して、はいはい、まあもう本当にだからこれからね、ちょっとまだね、うん、生まれたばっかりということで、ね、うんうん、たくさん睡眠も取らなきゃいけないということで、うんうん、今寝てると思うんですけれどもね、また赤ちゃんがこう安定したらまた番組に連れて戻ってくると思いますので、楽しみにしたいなと思います。そうですね、ということでね、ここで、お便りを紹介したいと思います。はい、あの結構ね、人生で影響を受けた曲は何ですかっていう問いがね、あの皆様にとってちょっと重かったらしくって、うん、まあ、思い出の曲みたいな感じでね、あのお便りいただいたんですけれども、五右衛門風呂さんからありがとうございます。はい、イブロイキの皆さんこんばんは。こんばんは。中学生時代、キャンプファイヤーや学校の文化祭で青春について考えさせられた楽曲があります。それがサザンオールスターズの愛しのエリーです。うん、あの青春について考えさせられましたってすごい書いてあるんですけど、どういうあれなんですかね。でもやっぱりその中高時代に聴いた曲っていうのはすごくいろいろこうマッチするっていうかね、うんうんうん、ありますね。聞いたことあります？愛しのエリー。あります。あります。いいですね、エリー。そうそう、マイラブソシーですよね。エリーっていう同級生はさすがにいないと思いますけどね。なんかそういう感じになるのかな。今日流さないっていうね。はい、すみません。はい、続きまして、まー、あ、ちゃんさんからお便りいただきました。ありがとうございます。はい、まー、あ、ちゃんです。心に残ったアニメ作品ということで、おアニメ作品、あ、やっぱ私たちアニメが好きということで ね、彼にとってのアニメ作品、エヴァンゲリオンが好きということで、うん、1回目のテレビ放送では人気が出なくて、うんうん、再放送をやっているうち に人気が出てきた作品なんですって。そうなんですか。知らなかった、うん、エヴァとは何か話題になったと思います。いや、私昔ちっちゃい頃さ、エヴァンゲリオンさ、うんうん、お姉ちゃんがね、はい、あの見てて、うんうん、なんて恐ろしいアニメなんだって。そう、子供で、ね、怖いよね、見る日は結構 ねハードル高いですよ ね。なんかよくわかんない、うん、化け物出てきてさ、血がブワーって出てきてさ、うんうん、禁止用語ですかねこれね、大丈夫ですかみたいな、ね、あのアニメですけれどもね、劇場版ではまだ完結していなくて、いつやるのかと皆さん思っていると思います。声優の尾形さんがツイッターでつぶやいて、新作の予感が出てきました。あこさんとか、あのあやさんのお気に入りのアニメは何ですか、よろしくお願いします。
ということでね、はい、いやでも結構ねその昔流行ったっていうかね、うん、私世代で言うとセーラームーンとか、うんうんうん、あのカードキャプターさくらとかめっちゃ好きだったんですけど、うん、 それがなんか何周年記念とかでね、うんうんうん、劇場版になったりとかしてますけど、そうですよね、なんかそういう思い出とか、なんかそういうアニメってあります、うんうんうん、まあマクロスもそうだと思うんですけど、そうですね、私子供の頃はやっぱお邪魔女ドレミとか、うん、よく見てましたよ ね、お邪魔ですね、うんうん、お邪魔歌わないんですか、そうそう、お邪魔歌わない、歌ったことない歌ったことないんですか、そうですかえ、なんか他には他には、うん、そうですね、まあ、私あのコードギアス反逆のルルーシュめちゃくちゃ大好きで、結構渋いですよね、そうなんです、まあ、ロボットアニメがね結構好きなんですけど、ね、あれはロボットアニメの括りなんですか、知らなかったです、あ、そうなんです一応でもね、なんか主人公がすごいひねくれてていいんですよねそうですね、ね、あのなんか何でしたっけ、目を見ると操ることができるみたいなね、そう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 、ちょっとこう、いい感じ、中二病な感じで ね、あのモノマネすると中二病になれますよね、なんかわかります、ギラーンってしてね、うん、そうそう、クズだみたいなことを言ってるような主人公がねやってるっていうね、まあそういうねアニメもありますしね、そうそうそう、え、でね私ね今日ね、はい、あのアニメについてトークしようと思っててね、うんうん、この残り時間でトークしたいなって思うんですけれどもね、はい、滋賀県じゃない、うん、ここ滋賀県草津市、うんうん、で滋賀県草津市のアニメはなんだって考えた時に、うん、草津市はちょっと よく分からなかった、そうそう、ね、ごめん、うん、分からなかったんだけど私あのごめんね、すごいバサッと切っちゃったんですけどね、でも私が知ってるアニメとして、はい、あのバジリスク、うんうん、高価忍法帳というね、うんうん、アニメと、うん、軽音というアニメをちょっとご紹介させていただきたいと思うんですけど、はいはい、あの知ってます、知ってます、バジリスク効果に、うん、知ってます、ちなみにねこちらはねあの結構最近パチンコでも有名になってね、効果忍法帳というような、うんうん、なんかなんていうんですか、和風な感じの曲が流行ったんですけれどもね、あらすじ的にはね、はい、徳川第三将軍となる後継者選びに悩んでいた家康が、効果と伊賀の忍者同士を争わせて、後継者を決めようっていう、うんうん、でそういうアニメなんですけれども、うん、だからその効果と伊賀のなんかちょっと特殊技能を持った忍者たちが戦っていく様子が描かれていて、はいはいはい、でなおかつその恋愛要素もあるんですよね、うんうん、なんかね、そうそうそう、だからそういうちょっとこう運命のなんかすごい愛し合っているのにもかかわらずライバル同士でなかなか結ばれない恋愛みたいなのもこう壮大に描かれているっていうアニメでございまして、ね、うんうん、ヒロインがね水木奈々さんですよね、あ出た、あ好きなんだねそうなんですよね、いや甲賀忍法帳という曲もね、私は結構路上ライブでね大体よくギターがすごいかっこいいので弾かせていただくんですけれども、うんうん、あとワイルドアイズとかね、うん、そうですね、ねありますよ ね、水木奈々さんのね、逆にそっちの曲歌うと知らない人もいるからちょっともったいないなって思うんですけど、うん、ね、かなりねそのアニメ見ました、アニメ今ね見てないんですよ、あ見てないんですか、そうなんです、あのね山田風太郎さんっていうね、はい、あの原作 の漫画じゃなくって小説があって、うん、でそれを結構忠実にね、うん、あの結構なかなかあの絵がグロテスクな感じなんですよ、うんうん、なんですけどもう普通に大人になってみるとかっこいいし、うん、なんか泣けるし、うんうん、で人間関係出てくるし、うん、そのなんだろう両思いの2人以外でもなんかいろんな人間関係とかしがらみとかあるので、うんうんうん、でもぜひ見てほしい、あ見たいですね、見て結構最近あれですよね、あの、うん、続編というかね桜花忍法帳もね放送してましたよね、そう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 、確かそうなんですよ、だからねいや感動しましたよね、だからそれがなんかその、うん、結局2人はあの結末言っていいのか分かんないですけど、うん、2人は死んだって思われた感じでその作品終わったんですよ、うんうん、はい、で桜花忍法帳っていうのはその子供が、はいはい、そうですよ ね、うん、主人公で、うんうん、またまなかなか難しい感じでしたよね、うん、見ました、桜花忍法帳見てないんかい見てないんですけど、いいですよ別にいいんですよ、ただ桜花忍法帳見てほしい、見ます、だってさあれよ、伊賀は三重県でしょ、うん、で桜花は、うん、滋賀、そう滋賀だよ滋賀のアニメだよ、アニソン歌ってる人としてはねドヤということでね、甲賀忍法帳もぜひ見てみてください、はい、ということでね、あともう一つ軽音というアニメ、はいはい、こちらはね部員がゼロで廃部寸前になっている、うん、あの軽音バンドが、うん、なんとかして頑張ろうっていうアニメです、うんうん、ぼんやりそうですね、でね可愛い、ね、女の子たちが出てくるんですよ、うんうん、5人ほど、うん、
でね、なんか曲がねかなりね、こう、うんうん、なんていうんですかね、センセーショナルっていうか、そうですね、あの初めて Don't Say Lazy という曲を聴いた時はね、うん、なんかなんでこんなかっこいいアニソンあるのってすごい感動した覚えがあります、あります、私も。なんか歌う曲あります、うん、なんかアケヨンのアニメの曲で、私ドントセイレイジと、ね、ふわふわタイム好き、ね、やっぱ私もドントセイレイジ好きですね。好き、いいですよね。あのエレキギターも結構簡単に弾けるやつなんで、一番最初に覚えた曲ということで、かなり思い入れがあるんですけれども、でこちらね、滋賀県にその学校の舞台となる、なありますね、舞台の学校、豊里小学校ですね。そう、うん、それがね豊里町というところにあって、うん、で私も実際に行ったんですけれどもね、私も行きました。あ、行きました。え、何コスプレしたの？コスプレはしてないですけど。あ、してないの？なんか無料で入ってね、コスプレどうぞって感じなんだよね。そうですね、結構ね、なんか黒板にめっちゃメッセージ書いてあったりとかね。そうもう本当に聖地って感じでね、うんうん、ちゃんとこうティータイムの感じも置いてあったりとかして、そうそうそう、ね、ちょっとその話もね、ちょっと後ほどお届けしたいなって思うんですけれども、はい、いやね、このあと2曲ね、曲流したいんですよね。だからもうそろそろ終わりでしょ。だからそのね、Don't Say Lazy という曲を流させていただいて、はい、でその後ちょっと全然関係ない、あのごめんなさい、関係ない、あのちょっと10月13日にちょっとドラムのサポートに入っていただいた、うんうん、伊藤慎吾さんっていうすごい面白いお兄さんの爽やかソングをお届けしたいと思うんです、うん、それでちょっと5時台終わって6時台に突入したいと思うんですけれどもね、6時台もそのままお付き合いお願いします、はい、お願いしますよ。はい、お願いします。はい、はい、ということで、続けてお聴きくださいませ、桜高校桜高軽音部ドントセイレージセンディングベースランナー、お聴きください。ロケッツ785ウェザーリポートです。明日の滋賀県は気圧の谷や湿った空気の影響で明け方まで雨となり、雷を伴うところがある見込みです。昼前からは高気圧に覆われて晴れるでしょう。滋賀県南部の天気です。琵琶湖では北の風やや強く曇り、後晴れ、明け方まで雨、ところにより雷を伴う予報です。降水確率は午前 20%、 午後 0%。 朝の最低気温は14度、日中の最高気温は22度です。以上、ロケッツ785ウェザーリポートでした。10月23日火曜日午後6時を回りました。イブロケ785チューズデイ、担当パーソナリティの板谷あこです。そして今日はゲストで、はい、藤田彩です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は滋賀県草津市の地域の催しや旬な話題を、滋賀で今一番熱いアーティストの板谷あこと、滋賀で今一番元気な、お母さんである、まゆね、今日お休み、かっこ休み、音楽とともにお届けするお気楽楽屋トークバラエティでございます。ということでね、お世話になっております彩さん、はい、お願いします。どうですかここまで。いや、楽しいですね。本当、うん、本当かな。わかんないよ。笑ってんだけどさ、この笑顔の裏に何が隠されてるのか。いや私ドキドキしちゃうんだけど。何もないって。何もないよ、うん、大丈夫、アニメオタクは嘘つかない。はい、ということでね、お送りしております。先ほどね、5時台最後にお届けした曲、センディングベースの、ランナーという曲をお届けしたんですけれども、それに関してお便りいただいてたので、あの先にご紹介させていただきます。はい、のっぴーさんからいただきました。ありがとうございます。板谷あこさんへ、運動会のシーズンは終わりましたが、これからはマラソンや駅伝のシーズンが近くなりました。そうですね、寒くなりますからね、うん、この曲を聴いた時に秋に似合う曲でいいなと思いリクエストをしました。お願いします。ということで、センディングベースのランナーをリクエストいただきました。ありがとうございます。あのね、私普段あのオケ音楽 CD の音楽に合わせてエレキギターを弾きながら歌ってるんですよ、うんうん、なんですけど、ちょっと先日ライブでドラムサポートを呼びまして、ドラムをリアルに叩いてもらいながら歌うっていうことをしたんですけど、
まあ、そのお兄さんがやってるバンドの曲なんですよ、うんうん、ただもうねドラムめっちゃ上手いんですけど、うん、なんかね見た目ねちょっとこうドラムの妖精さんみたいな感じでねなんかちょっと動物的ななんていうんですかね、あの悪口言うとゴリラみたいなねお兄さんなんですよ。で悪口ですね完全に。でもねそんなこと言ってもいい感じなんです。だってゴリラのスタンプ送ってくるんだもん自分でこんにちはって言っておかしいやん、ね、でもしかもね顔もねなかなかうるさくてね私を食ってしまうんじゃないかっていうぐらいね危機感をね感じるぐらいね素晴らしいアーティストさんでね、ほんと楽しい時をね過ごしたんですけれどもね、うん、そのお兄さんはねなかなか滋賀にはね来れないので残念なんですけれども、いつか来た時にはねそのねあのご対面いただきたいと、はい、ぜひ会いたいです ねちょっと気になる ね、よろしくお願いします。ゴリラねパワーパートパワーバードですよねはいありがとうございます。続きましてね他にもいただいております。こじこじさんありがとうございます。ありがとうございます。マヨネーさんご出産おめでとうございます。ありがとうございます。代わりに ね代わりに藤田が答えます。ありがとうございま す, いますモノマネできます ありがとうちょっとマヨネー知らない人はなんかどういう人なんだって思うと思うんですけれどもね。と彼にとって、こじこじさん、まあ、人生を変えたというのは少々大げさかもしれませんが、今から4半世紀ほど前、4半世紀っていつですか、まあ、僕がまだ高校生でよく深夜ラジオを聞いていた頃、ビーズのウェーブ GYM という東海ラジオの番組があり、そのテーマ曲であった、ワンダフルオパチュニ、アパチュニティという曲がとても印象的な曲で、当時の僕に大きな影響を与えました、うん、ということでね、すごいビーズに影響を受けたらしいんですよね、うんうん、すごいたくさんいただいてたんですけど、割愛させていただきますすいません、はい、でもねビーズめっちゃかっこいいですよね本当に、ね、ライブ行ってみたいですもん、うん、ねえ、あるないなんかカラオケとかでビーズの曲歌わない歌うことないですね。あ、ないですか、うん、何が一番好きですか。じゃあ言うて、ウルトラソウルヘイですね。あ、ヘイってウルトラソウルヘイってヘイってちょっと待って、整理しよう、ウルトラタイトルは曲名わからんちょっと、まあ、叩いていいですよ。藤田彩です藤田に、ね、一章二章文章の章ですね。藤田彩、はい、ツイッターやってんの。そういえばやってますよ。やってますやってます。藤田彩で、うん、彩で章で章で、ほんま、うん、よし、じゃあそこに言ってちょっとタイトル教えてあげてウルトラソウルでしょ。いや普通にタイトル、ね、ヘイいらないよ、おかしいでしょヘイ入ってたもう愉快ですね、もう藤田彩さんね、はい、他にも何知ってる、あのさ、はいはい、西川貴教さんいるじゃん、はいはい、あの、うんうんうん、テープみたいなのぐるぐる巻きになった衣装の、はいはいはい、ありますね、テーマの曲知ってる。あれホットリミットですよね。あ、違う、ヘイヘイはない、ヘイはない、あ、知ってましたね。いやもうそんな面白いですね。ちょっとさ、なんか曲のタイトル依頼したらいい感じになるかもしれないですねウルトラソウルヘイっていうタイトルはなかなかいいと思いますということでね、前半もブイブイ言わせていきたい、あ、前半じゃないです、後半戦もブイブイ言わせていきたいと思います。ちょっとアニソンで攻めたいと思います、はい、アニメ、ラーメン大好き小泉さんというアニメ知ってます。タイトルは聞いたことあります、はい、うん、イタイケな女子高生がラーメンを食べてちょっとなんか卑猥な感じに見える、いや、うん、卑猥じゃないよ、美味しいよっていうのを宣伝している、アニメのテーマソングをお届けして、オープニング迎えたいと思います、はい、お聞きください。鈴木みのりでフィーリングアラウンド。マイウォッチ草津のコーナーでございます。草津市のイベントなど、情報をお届けするコーナーなんですけれども、今日はね2点ご紹介するんですが、2点2つとも私が関与しているイベントということで、がっつりイタニの宣伝をさせていただこうと思いますので、うん、無理やり ご参加ください、すいませんね、はい、私の宣伝ですけどね。では1つ目、カラオケ招き猫草津店リニューアルオープン、はい、うん、ということで10月27日の土曜日、今週の土曜日なんですけれども、うん、カラオケ招き猫草津店というね、うん、カラオケ屋さんがあるんですが、はいはい、国道沿いに ね、うん、にねポーンと ね、 あ、 ねあるね、なかなかこう、うん、なんだろう、懐かしい感じの、あ、そうですね、ね、あのお店があるんですね、うん、でそこのカラオケ屋さんがリニューアルオープンをするということで、うん、8年ぶりにね改装するんですって。だいぶねすごく綺麗になるということで、うんうん、そこの店長さんがねすごく仲良くてですね、うんうん、ちょっとカラオケ招き猫さんの店内放送でゲットバックという曲を流していただいていた関係もあって、はいはい、イベントに参加させていただくことになりました、うん、
そちらの、リニューアルオープンイベントはですね、私が一人で相変わらず歌わせていただくんですけれども、はい、1回目が3時から、うん、2回目が5時から各2回となっておりまして、何ですかね、草津駅から一応歩いていけるんですけど、うんうんうん、まあ車で来た方がいいんじゃないかな。そうですね、ちょっと行きにくいところだと。そうですね、ちょっとね歩いていくと不安になっていく、うんうん、なんか どうしよう僕合ってんのかなみたいになっちゃうような場所ではございますけど、そうですね、まあ一応歩いていける場所にございます、はい、でそのカラオケ招き猫さんでのイベントなんですけど、まあそのね、さっきね店長さんとねお話ししていてね、はい、その日ねフードが半額になったりだとか、あと新しくねお店としてはキッズルームができるんですって、うんうん、でやっぱり草津市ってね子供がすごくたくさん多い、うんうん、人口が多い場所なので、うん、結構なんか夜中に行ってもね家族でいたりするから、うん、びっくりしちゃいます ね、うん、私びっくりみたいな、はい、なんか田舎じゃないなここはって思いますけれどもね、うんうん、だからもうねほぼ変わるんですって。でね今ねミニちっちゃいゲームセンターみたいなところあるんですよ、はいはい、知ってる、入って右側にね、はい、なんか UFO キャッチャーみたいなのとか、うん、なんかいろいろあるんですけど、うんうん、そういうのも若干なんか名残が残るらしいです。はい、まあそんなねリニューアルオープンということでね、なんかこう賑やかな感じになりますので、うんうん、しかもねあと招き猫のねキャラクター知ってます、うん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 、招きっていうね、うんうん、猫がいるんですよ、看板にね書いてあるやつですよね。そうそう猫、うん、猫さんがね来るらしいんですよね。だから猫さんと一緒に写真撮れたりとかね、うんうんうん、しますのでね、ぜひぜひ許していただければ嬉しいなと思います、ね、10月27日土曜日、招き猫草津店のパーティールームにて、フリーイベントをします。1回目が3時から2回目が5時からです。続きまして草津ハロウィン2018の情報でございます、はい、こちらは、草津駅前商業エリア一帯にて開催される今回5回目のイベントになります、うんうん、はい、いやねコスプレをね、うん、もうしてる人がたくさん、そうですね、でしょ、えしたことあります、してね、初開催の年にコスプレをして歌ったことあります、うんうん、あまだ出たよこういうちょっと牽制っていうかなんかいやいやいや私に対してということでね、まあなんかなんでで状況がすごいわかると思うんですけれども、まあなんかいろんな催しがあって、ね、アニソンライブ、コスプレイベント、うんうん、あとイタシャミーティング、うんうんうん、イタシャっていうね、アニメの絵柄が描かれた、車を集結、うんうん、あとカレーサミット、あとマルシェ、コスプレパレード、ボディペイント、ハロウィンパーティー、あとマチコンとかあるんですけど、どうですかマチコン、マチコン、はい、これ初めてじゃないですか仮装でマチコン、へえ、はい、未婚の20歳から45歳学生婦か、どうですか、おどうしようかなどうしようかなどうしようかな、ちなみに参加費が女性3000円男性5000円で6時、夜の6時から9時まで、おね、どうなんですかね、みんな、ね、なんか仮装してるらしいですけど楽しみですねぼんやりでね、あとね、まあ、当日ねステージが3カ所あって、特にメインが市役所前ステージっていうのがあって、はいはい、そこでアイドルライブとか、うん、あと公式アーティストである、清水久美子さんとか、うんうん、まあ私とか、うん、キッズダンスとかいろいろイベントがあったりして、はい、一日も私も MC や、うんうん、ライブではっついて回っておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん無料ですのでお越しください、うん、ということでね、どう ここ来ない今年、ねえ出たいんですけどね、なんで言ってくれ呼んでください、呼んでください、まあ私にはそんな権限ありませんけどね怖い、この笑いが怖いね、なんか私別にそんなあれだからね、なんか嫌いとかじゃなくて普通に平和的にね一緒に頑張ろう ね、でもね私の主催イベントもねまた毎年、はい、毎月ね、うん、近江八幡だけどやってるんだけどね、うんうん、来ないって誘ってはいるんだからね来ないのはね私の責任じゃないからねはい、ということでね、はい、今回はですね、カラオケ招き猫草津店リニューアルオープンイベントと草津ハロウィン2018のお話をさせていただきました。今週末ということでぜひぜひお越しください、はい、続きましてブルーノマーズで Look the Out of Heaven。
コーナーです。イタニアコの星がの歌を1番から22番まで1番ずつ紹介するコーナーでございます。私はコスプレしてエレキギターを弾きながら、星がの歌というものを1番から22番まで作って活動しているんですけれども、はい、その曲を前回ねやってた時ね、番組やってた時、うん、ケンケンがパーソナリティだった時あんまり流してくれなかったから私が流してんだ 毎週 毎回ということでね、今回7回目ということで7番まで行ったんです、はい、でちょっとねなんて言ったらいいんですかね、うん、まあだいぶカオスな曲なのは分かったと思うんですけど1番聞いてまあ、とりあえず7番聴いていただいて、はい、でその解説するんで、はいはい、一緒にちょっとそれでトーク付き合ってもらっていいですか。はいじゃあそんな感じで、じゃあ滋賀の歌7番お聴きください。歌の力信じてる、ゴミ湯がしゃべる、ふわふわレジノーサンキュー、名曲できた学園で、もしもピアノが弾けたなら、もしもドラムが叩けたなら、お湯にまたがって白亜の宮殿後にする。行け行け守ろう自然、シンガで、はい、滋賀の歌7番でした、はい、笑いすぎでしょ、なんかめっちゃさあれでしょ、なんか学校のさコーラスっていうか合唱で歌われそうな歌じゃないですかちょっと今回は結構いいんじゃない、なんかまあ歌詞は置いといてね、歌の力信じてる近江牛が喋る、まずその時点でちょっとおかしい近江牛喋ったみたいなね、一応ね前後関係があるんで、はいはい、まあ、ごめんなさい、スルーしてください、はい、近江牛が喋ったと、うんうん、ほんでふわふわレイジーノーサンキュー、なんかどっかで聞いたことある名前、うんうん、はい、これは慶応のアニメの曲ですの名前をここに入ってるっていう、うん、ね、まさかの ね多分気づかない普通の人は、うん、あの多分前田さんわからない、何がふわふわレイジーノーサンキューなんやろみたいなねすごい羅列してるみたいな、名曲できたこの学園で、まあ、豊里学校ですね、うんうんうん、あの先ほどご紹介した、うんうん、ちょうどたまたまね軽音、はいはい、の話をしてるんですよ、うん、7番で、うんうんうん、すごい当たりですよこれは。でもしもピアノが弾けたなら、もしもドラムが叩けたなら、いや私ね学生時代、うん、バンドに憧れてたんですけど、うんうん、できなかったタイプの人間なので、うんうん、こういう気持ち、もしもピアノが弾けたなら、別の歌ですねこれね、知ってます知らないでしょ、いや知ってますよ、はい、なんか楽器とかやったことあります？楽器全然できないんですよ。あ、私保育士なんですけど全然ピアノ弾けないんで。え、そうなの？え、だってさピアノって必須でしょ？そうなんですよ。みんなで歌いましょうって言うでしょ。マジ1音ずつ止まるんで、マジ本当。え、これ歌っていいよ7番、滋賀の歌7番もしもみんな歌ってねって言って、あ、いいな、幼稚園でこれ歌われたらちょっと最高ですね滋賀の歌一番頼みますよ、ちょっと行動送ります。ほんで近江牛にまたがって白亜の宮殿後にする、この旧豊里小学校のことを、うん、その東洋一の小学校っていう名前だったり、うんうん、白亜の教育伝道っていう名前で呼ばれるぐらい、なかなかこう趣のある小学校なんですよね、うんうんうん、だからまあその意味でついたっていう、もう歌詞についてはもう終わりですね、うんうん、はい、いやでもね、私もさっきそういう話しましたけれども、はい、実際にねこの髪の毛でね、紫色の髪の毛でね、うんうん、行ってね一人でバーイって撮ってたんだけどね私よりもねちゃんとあのコスプレした人とかも写真撮影使ってたりだとかね、ほんとね軽音が、私正直軽音のアニメ全部見てないんですちゃんと見ようと思ったんですけど、はい、なんかすごいですよ ね、 すごいですね、グッズとかもバーってあったりだとかね、でね、なんかその、うん、豊里小学校の隣になんか施設があるじゃないですか、はいはいはい、でそこで、ね、グッズがこう置いてあるんですけど、うんうん、子供のなんか遊ぶところになってて、小学校終わりとか中学校終わりの子たちが自転車バーって来て、なんかみんなで遊んだりとかしてて、うんうん、いやなんかいいなって、結構ね地元の人のね憩いの場みたいにも ねカフェもあったりとかしてね、うんうん、だから軽音好きじゃなく好きじゃなくてもって言ったらあれですけど、うんうん、なんかよく知らなくてもなんか行ったらちょっと楽しいかなっていう感じの滋賀の観光名所の近く一つと数えてもいいんじゃないでしょうか、ということで、今回はね、はい、滋賀の歌7番を、はい、ご紹介させていただきました、はい、でその滋賀の歌、私のね CD500 円なんですけれども、いろんな場所で売っております、はい、A スクエア草津店、うん、イオンモール草津店、島村楽器さん、などで販売しておりますので、よろしくお願いいたします。滋賀県草津市、知っちゃおう知らせちゃおう、イエーイ
ってコーナーです。イエーイ、すごいでしょこの温度差。イエーイですよ。何イエーイってやって、はい、イエーイって書いて、せーの、イエーイ、始まりました。ということでね、あの滋賀県の草津市についてちょっとクイズを、はい、こう生粋の滋賀県民である藤田彩さんにクイズを出していたにも、うん、あの調べたことによって滋賀県のことちゃんと詳しくなっていくっていうね、素晴らしい企画なんですよね、はい、本当ね、勉強するよ、うん、ということでね、うん、10問ぐらいスピーディーに出題しますので、はい、草津市のことじゃないこともちょっと混じってるかもしれませんけれども、無視してください、はい、ということでどんどんいきましょう、はい、1問目だれん、草津市公認マスコットキャラクターの名前は旅丸。ピポン、イエイ。2番目、草津駅から JR 新快速で20分かかるのが京都駅、うんうん、JR 新快速で46分で行けるのが新大阪駅、はい、では名古屋まで鈍行で何分くらいで行けますか、ぼんやりぼんやりちち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 1時間。で1時間53分です。あ、すごい、そんなのあったの。ちょっとそれじゃあ見てみます、多分正解は多分前田さん知ってますんで、じゃあそれでやってもらいましょう、はい、はい、前原と大垣で乗り換えして1時間53分ですけど、うんうん、ちょっと遠く感じるかもしれないんですけど、うん、結構バーってまっすぐ行きますんで、うん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 、行ってみてください、はい、はい、行ってみます。私よく名古屋遠征で鈍行で行きます、はい、はい、続きまして、3つ目だらん、草津市の木。草津市の木、金木犀。あ、ピンポーン、イエーイ、すごい。え、すごい。いや、いいですね、いい香りですよ ね。でもまだ見かけてないんですけど、この辺で金木犀。え、どこ、草津市、え、ここ草津市はい、あのオレンジのね、とてもいい香りのする ね、やつですね、はい、はい、4つ目だらん、草津市の花。青花。ピロン、あ、すごい、いや、まあ、青花はね、そうですよね、わかりますよ ね、まあ、ですね。いや、でも結構あれですよね、染料として栽培されてるということで、うん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 、なんかそれを作ってなんかしたこととかあります、もしかして。あ、結構ね、染め物とかね、やったことあります、学校で。あー、うん、やっぱね、体験で、地元、そうですよね、うんうん、地元だからね、そうですよね。はい、じゃあ5個目でれん、滋賀県草津市の琵琶湖畔、琵琶湖畔、琵琶湖畔、うん、やばいやばい琵琶湖畔で催される、西日本最大級の野外ロックフェスティバルの名前は稲妻ロックフェス。はい、ピンポン、6個目、今年それは何周年。何周年、10周年。ピポーン7個目、東海道53次のうち、草津市は、草津は江戸から数えて何番目、はい、何番目やったっけ。4、え、そんなにないか、15番目。はい、正解は、え、52番目です。はい、びっくりした、はい、ということで、ね、東海道と、中山道が分岐、え、中山道、中山道、あ、中山道、あ、やべやべやべ中山道が、カットして、合流する、宿場町として栄えましたということで、ね、ここはね、だってあれですよ、です、ね、草津塾本陣の手前ですからね、うんうん、そうですね、はい、姫本陣、はい、皆さんおいでやす、はい、はい、ということで8個目ねれん、県内小学5年生が1泊2日の学習体験をする学習船の名前は海の子。ピボン、え、これってさ、はい、まあ、草津市じゃないじゃん、ごめん、うんうん、でも私気になって、うん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 、え、本当にみんなするのこれ。そうなんですよ、フローティングスクールっていうね、はい、やつで小学校5年生絶対こう乗るんですけど、うん、まあ、私の時は冬の2月だったので、うん、実はインフルエンザにかかって私は参加できませんでした。ちょっと何それ仕組んだねそうやってまた昔からね、え、参加じゃしてないんだ、エピソードないんだ、うん、まあ、残念やん。え、でもこれはさ、どっちかって言ったらみんな楽しみにするやつなの、嫌だなって思うやつなの、心の中では中では言っていいかなこれ、まあまあ、あの習慣やから。そう、そうですね、うん、まあ、でも真冬だったんでね、私の周りは結構行きたくなかった感じの声の方が多かったかなでも何するの、釣りするわけじゃないでしょ。そうですね、気になる、内容がめっちゃ気になるんですけどね、行ってないって知って衝撃を受けてます。そうか、小学5年生じゃないとダメなのね。そうなんですよ、いや、インフルエンザで行けなかった人は来年また行ってくださいとかそういうのないんですね。ないんですよね。あ、なるほど。あ、前田さんは行ってない。あ、世代が、あ、し、あ、あ、にわかんが2人いましたはい、ということで9問目だれん、はい、草津市の人口は滋賀県内で第何位でしょう。2位。ピボーン、県庁所在地大津市に次ぐ第2位でございます、うん、はい、どんどんね、人口も増えてきてね、うんうん、あの保育職もなかなか足りないみたいな状況らしいです。あ、そうか、うん、当事者どうなんですか。そうですね、結構ね、やっぱり募集がね、うん、ずっとこう
ある感じですよね、草津市の。ちょっとなんか給料上がったりとかしてないですか？上げてほしい。上げてほしいですね。上げてください。誰に対して言ってるのかわからないですけど。なるほど、はい。最後10問目、はい。秋の草津では様々な明かりで彩られる祭りがあります、うん、コンサートやワークショップ、お食事、五感で楽しめるお祭りの名前を教えてください。草津、ま、夢明かり、町明かり、草津町明かり、ピポン。はい、ということでね、もう最後に宣伝ですよ、はい。11月2日、うん、金曜日、11月3日土曜日、夜の6時から9時まで、草津駅東側商店街通り一帯とか、うん、とかで、とかで明かりがね楽しめるイベントがありまして、でね、あのね、あれですよ、はい、FM 草津でも特番がありまして、うん、もうね、ぜひぜひね、その時間帯になって聞いてみてください。どういう、出ます。あ、出ます。出ます、特番でしょ。私ね、ちょっと来れなかったんで出れないんですけど、まあ、あやちゃんのどういう話をしてるのかっていうのは、はい、レポーターとして出る。そうですね、レポーターとして。じゃあぜひこの人のこと知りたいなと思ったら聞いてみてください。聞いてください、ね、インターネットラジオで全国で聞きますから、はい。ということで、これ全部、あ、一つだけ間違えちゃったということ で、ね、ほぼ正解、おめでとう。やった。はい、ということでプレゼントはありませんけれども以上滋賀県草津市を知っちゃお知らせちゃうのコーナーでした。ありがとうございます。ということで、あげあげでいきましょう。私もあやさんも大好き、水木奈々で Be Ready。 はい、私ね、急なんですけど、うん、滋賀県草津市のね、グルメさんになりたいんだ。おう、だからね急にねもうなんかいつも出てもらってるレベルの喋りでね、だって今日2度目ましてですから、あやさんね。そうですね、はい、いやでもね、そうそう、だからね、こう独自でね、うんうん、こう行って、うん、それで取材をしに行こうと思ってね、うんうんうん、その今日は第1弾の前段階になる段階で、ちょっと今日ぼんよりご紹介したいと思うんですけれども、はい、今日ご紹介させていただく場所はですね、ベーカリーカフェ脇本陣さん、はい、ね、パン屋さんですね、うん。でね、今日ね、いや、なんかいつもその、うんうん、ここのねスタジオに来る途中にあるんですけれども、うんうんうん、なんか気になってたまらなくって、うん、今日初めてね行ったんです、はい。そしたらね、なんかどうも知った顔がねいてね、うんうん、よくね、こう5時頃になったらね、うん、自転車でシャーってね見てくれる少年がいるんで、うん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 、手を振ってくれる少年がね、その子がね働いてたりとかしてね、それでもうなんかすごい縁を感じながらね、パンを食べたんです、うんうん。私今日食べたのはね、クリームとあんこのね2色パン、140円のパン、うん、美味しそう、ね、美味しいでね、それとアイスコーヒーを買って、うんうん、で今日の原稿をまたね練ってたんですね、うんうん、なんですけどめちゃめちゃ美味しかった。うん、びっくりした。なんかね、予想以上に美味しかったからえ、美味しいってなってあ、いや、そうなんですよ、美味しいって 笑い芸人ばりのねリアクションをしてしまいました。うん、なんか喋って、お店の方と喋ってて、あ、そうなんですよね、美味しいって、本当に美味しかった。うん、でなんか朝の平日のね、朝の8時半から4時までやってるっていうことでね、いや、やっぱパン屋さんですよね、朝からね。なんですけど、場所的にはすごくなんか中は落ち着いてて、で古民家を改装したような感じの趣、そしてかなり天井も高くて、なんか入りやすいですよね。え、で、あやさんも行かれたことが。そうなんです、もう一回ね、多分カレーを食べたことがあって、カレーライス、そうそう、カレーライスも、もう美味しかったです。でもなんかもうホームページを見た限りではなんかもうランチとかやってないらしい、うんうんうん、そうなんですか。え、私結構もうなんかだいぶ前にやってる行った時は、え、どっち気になる、もやもや、あ、そうなんだ。じゃあちょっとまたね、でもね、次回の放送でちょっとこうもっと詳しく、はい、こう、ここのね脇本陣さんについてね掘り下げていけたらなと思ってやっております。そうやってちょっと板にはね、草津市のグルメになりたいというコーナーをここで打ち立ててね、うんうんうん、行きたいと思いますので見守っててください、はい、あとなんかここがいいよとかそういうのがあったらどんどんね、はい、お便りお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。ということでね、ここでね、まあ、せっかくあやさん来ていただいたんで、はい、流したい曲もあったんですけど、うん、ちょっと飛ばして、うん、ケンケンの曲を流したいんです、うんうん、っていうのがね、
ケンケンさん知ってるんですもんね、はいはいはい、そうですね。そう前のねこのイブロケのパーソナリティで、うん、まあ急に、うん、まあいなくなったっていうか、うん、まあいい感じに、うん、いい感じにっていうかご就職をされてしまいでね、そのタイミングでね別にあの卒業祝いじゃなく、はい、ただ私がそのケンケンをイメージした曲を作ったんです、うん、それが慰めのいいねという曲で、うん、まあ、で結構男性が歌ってなんかいい感じかなっていう感じで作った曲があるんで、うん、よかったらちょっとそれ聞いて感想いただいてもいいですか、うんうんうん、はい、はい、じゃあお願いします。慰めのいいね。5時から7時に向かう窓から見える夕焼け、各週火曜日の僕のルーティンなんだよ、買い物帰りや学生会社員の手元には心の声をつぶやくよ、パイポパイポのプワプワ、淡いマカロンが浮かんでる、マシュマロホイップみたいに甘い気持ちでいられたら、そんなことをパシャリと映す、あ、素直になれない僕がいる、でもぎゅっと嬉しい僕がいて、慰めのいいねはいらないよ、いらないよ、いや欲しい、バズってくれとは言わないから、君のトップニュースになりたいよ、だから今日も君を思う、先でつぶやくよ、あ、素直になれない僕がいる、でもぎゅっと嬉しい僕がいて、慰めのいいねはいらないよ、いらないよ、いや欲しい、バズってくれとは言わないから、君のトップニュースになりたいよ、だから今日も君を思って指先でつぶやくよ、指先でつぶやくよ、指先でつぶやくよ。はい、どうです。いやなんかね、うん、ケンケンさんの声じゃないみたいな声ですよねいやなんかさ、びっくりしました。びっくりした。あ、一応ね、いや、ここでこの会場で生披露して、うんうん、それで音源送ってこんな感じで、うん、まあ、キー下げてね、うんうんうん、歌ってくださいってやったんですよ、うん、そしたらなんかね、今時のポップミュージシャンな感じで、ね、いい感じじゃないですか、ね、いい感じですよね。 CD 販売してほしい感じの、はい、あ、よかった。いやCD 販売してほしい、ほんまに。これね、毎回テーマソングとしてさ番組で流してるんですけど、どうですかね。いや、いいと思います。よかったらネタでさ、そちらのイブロケでも流してたけど私の歌じゃないけどさ、いや、やっぱりせっかく作ったし、ね、なんか、うんうん、イブロケの全体のテーマソングになるように私は夢を見てるんだ、うんうん、実はいいですよね。そうそうそう、結構エンディングにね、締めにいい感じの、あ、よかった、ね、ね、これはケンケン嬉しいんじゃないなんかね、結構さ、いろいろあるみたいでさ、実生活、うんうん、いや、そんなこと言ってもあれですけれどもね。あ、よかったよかった、よく知る。え、あ、はいはいはい、ということでね、はいまあこんな感じで、うんうん、今日はね、はい、第1第5火曜日の金曜日の金曜日の金曜日のフライデーフライデーのフライの日フライの日から来ていただきました藤田綾さんにお越しいただいたんですけれども、今日はどうでした。全体的にちょっとごめんなさいね、わだわだしましていろんなことがありましてね、目の前で繰り広げられるいろんなことがありましたけれども、ね、すごいですね、あっこさんのなんかこう、うん、ね、何すごいパワーを、圧力圧力感じましたね本当、圧力感じましたってやめてくださいよ。なんかね、活動されてるということで、はいはいはい、育児もされてる、実は素晴らしいですねでピアノが弾けないって意外ですけれどもね、はい、保育士をやりながらアーティスト活動されてるということでね、でなんか今後の
活動のなんか告知とかあったらお願いします。そうですね、まあ、10月28日なんですけど、はい、まあ、愛称66かまど祭りというイベントがね、ちょっと愛称町であるんですけれども、うん、まあ、そちらの方でちょっと司会をさせていただく予定でございます。あれ待って待って待って、草津ハロウィンしてる時に一方その頃あやわみたいな、あ、そういう感じ、ね、そうなんです。ああ、なるほど。じゃあ両方回してください。はい、回すって言うんですけど、2つのイベントを行くことを回すって言うんですけど、ぜひ回していただいて、ね、こっちに来いとは言えないのでね、やっぱゲストさんの手前ね。はい、なんで前田さんも回してくださいよ。ちゃんとフランケンシュタインみたいな格好をしてね、回すんですよ。ほいでね、あやさんのとこに行った時はどうしてそんなコスプレなんですかって言われてね、なんかいい感じに浮くと思うんでね。あ、ぜひぜひ。他にもなんか活動とかあったらぜひですね。まあ、他にはですね、まあ、11月2日のその街あかりの特番放送と、まあ、あと11月18日にですね、南草津駅駅前で水草祭りというのがあるんですけれども、まあ、そちらの方であやとして、アニソンライブを呼んでよさせていただきます。ね、呼んでよ。私プライドとかいい、いらない、呼んでお願いだから呼んでもうエコかけたいレベルに呼んでですよ、本当に呼んでです。いやー、もう負けないということでね、ライバルに出ていただきましたけど、いやいや、ライバルじゃないよ、仲間仲間仲間。はい、で私の告知としてはですね、うん、まあ先ほどもお届けしましたけれどもね、はい、今週末土曜日10月の27日土曜日、うん、招き猫草津店リニューアルオープンイベント3時からと5時から、はい、20分ずつ歌わせていただきます。はい、そしてへい、ね、そして今週日曜日、一方伊丹の方では草津ハロウィン2018にて、市役所前で主に MC そして、ライブをさせていただいて、ボストンホテルでもね、夜ね、うん、パーティーがあったりだとかしますので、うんうん、詳しくはホームページなどご覧ください。ということで、もうあと山に時間が過ぎてしまいました。本当に今日はありがとうございました。ぜひね、このイブロケだけではなくてね、はい、金曜日なども見ていただければ、うん、聞いていただければ嬉しいなと思います。次回の放送は11月の13日の火曜日、同じ時間同じ、周波数でお会いしましょうということで、最後にね、はい、ちょっと最後に曲紹介いいですか。はい、私の大好きな大好きなアーティストさん、エフォリアルの願いでお届けしたいと思います。担当はイタニアこと藤田彩でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。